近所で家を建て始めました朝からうるさいですあの人たちはなぜ朝早いのでしょうか朝ドラ見ていてもトラックや重機の音でセリフが聞き取れないことがあるのでほんと迷惑です苦情を入れてやる おかえりモネでもやり始めた視聴者投稿のようなもの最近多いですよね監視カメラドライブレコーダースマホ撮影視聴者からの投稿でニュースが構成されるってどうなんでしょうね私はそういうニュースを見ていて違和感があるのです取材が行き届いていないのか被害者は警察に相談するそうです とというようよな締めをすることが多くて、どこか中途半端ななニュースになってし、まっているよううに思うのです。それに犯行現場を撮影しているなら犯人の顔を隠す必要あるのでしょうか調べてみると逮捕されていないので犯人ではなく容疑者だからいくら犯行現場を撮影していたからといっても確定ではないのですね。顔見せした方がすぐに解決しそうに思うのですが。 大人の事情というやつですかどこに行ってもカメラがある時代何か生きづらく感じている人も多いのではないでしょうか悪いことをしていなくてもずっと監視されているような電車に乗るのも顔認証システムが導入されるとかいう話もあるようで息抜きに悪いこともできないねやったらあかんけどそんなこんなで地域発信型の気象情報も 活用されるる時代に突入すすのですねモネが提案した気象予報士全国津々浦々計画も現実味を帯びるのでしょうか社長も言ってたけど気象予報士って地域に密着できるほどの数いるのでしょうか令和3年8月17日現在1万977名が気象予報士として登録されていますとのこと多いのか少ないのかわかりません。なので モネの提案も実現できるのかかかどうわかかりません。でも伝え方はこの頃から急速に変化していったはずそれは気象予報士の仕事にかかわらず例えばテレワークの普及とかね激動の時代と言ってもいいのではないでしょうか今回は真面目に語ってしまったけどいいのかなマリアンナちゃんのオフ姿テレビには出せないね 菅波先生のプロポーズ待っていたのに今週はお預けでしたね。来週かなでも来週もなんだか波乱がありそうでタイミング悪そう。